はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんにね、激キモモンスターをご紹介したいなと思ってまして、皆さんはバニティールーラーとかいう激キモ地上最強モンスターご存知でしょうか。これね、頭おかしいこと書いてあるんですよね、このモンスター。まず特殊召喚できないということで、まあ、通常召喚するしかないと、基本的にはね。なんで、なんかレベル下げて出すとか、まあ、アドバンス召喚するとか、まあ、そういう感じに、なります。で、テキスト超短いです。超シンプル。このカードはモンスターゾーンに存在する限り、相手はモンスターを特殊召喚できないよって書いてあるんですよ。これありえん強くないですか。これ自分はできるんですよ。自分は特殊召喚できるけど、相手は特殊召喚できるんですよ。これバニティスペースもびっくりの、パキファロもびっくりの性能してるんですね。相手だけ特殊召喚縛るっていう、これがね、まあ、かなりね特殊な性能してまして、このモンスターを活躍させていこうというデッキになっております、今回は。はい、でどうやって出していくかって話なんですけども、あの素材が、2体用意してアドバンス召喚をしていこうと思ってまして、でアドバンス召喚をするときにね、なんかすごい有能なねギミックがあって、これが何かっていうとね、勇者なんですよ。はい、まあ、勇者ね、結構近所アラマティアとか、この辺のモンスター実装されて、まあ、ちょっとだけ強化入ったんですけども、こいつらってあの縛りがつくんですね。勇者系のトークンとか勇者系のモンスターしか特殊ができないっていう、この方が発動するターンね。だからかなり重い制約かかるんですけども、その代わり特殊召喚はできるんですよ、簡単に勇者系のモンスターを。だから素材がめっちゃ横に並ぶんです、アドバンス素材が。だから横に並んだなんか勇者系のモンスターを、リリースしてバニティルダー出したれっていう、そういうデッキですね。あ、そう、召喚はできるから、この制約かかんないんですよ、この辺のモンスターたち出すときにね。なんで、まあ、とりあえずなんかトークンとか勇者系のモンスター出して、で冒険で得た仲間を下敷きにして、なんかやばいボス出すみたいな感じのデッキです。はい、で一応あのバニティルーラー以外にもこっち の, あのマジェスティデビルっていう、モンスター効果一切使わなくする激モモンスターも入ってます。だから、まあ、一応、こっちかこっち引いてどっちか出すみたいな。こっちはレベル6なんで1体リリースで出せて、こっちレベル8なんで2体リリースです。はい、まあ、どっちか出してドヤ顔してエンドすると、まあいいデッキですね。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやマジで聞きましたわ、最強モンスターが史上最強モンスター来てしまいましたわ。これはもうバニティルーラーガン決まりするしかない。なんかあるな。あ、ゾージー、なるほど。ゾージー、なるほど。出しときますか、両方とも。これゾージーにチェーンで言うのはまあ結構いいですよね。グリフォンライダーと、イリカルナイト両方とも出して、2枚ドローを封じていくスタイル。なかなか強い。なんならノードローでこれ特殊召喚したら2体リリースしてバニティルーラーもできますよね。おい、なんならね。はい、2枚ドロー。あ、なるほど、アラマティア来た。アラマティア来たか。アラマティア来たのはなかなかでかいですね。アラマティア来たのであれば、まあ、特殊召喚しましてアラマティアをリリースしましょう。はい、で、まあ、万が一のと考えて一応ゾウジは残しとくけど、まあ、多分使わない気がする。で2体リリース、勇者系のカードをね使ったターンね、あの使うターンか、使うターン、なんかもう勇者系のモンスターしか特殊召喚できないんだけど、召喚はできるという。完全に脱法召喚をしてバニティルーラーとかいうガチやべえモンスターを出しました。このモンスターはモンスターゾーンに存在する限り相手だけ特殊召喚できません。相手だけが特殊召喚できません。パッキャローとかあの結界塔みたいなやつはね、なんかお互いに縛りつくんですけど、バニティルーラーはなぜか相手はモンスターを特殊召喚できないという謎のテキスト、これあまりに強い。これあまりに強いですよ。バニティルーラーとかいうマジでヤバいモンスター、自分は特殊はできるっていうね。ちなみに無限保養とかには弱いんですけどね、まあ、無限保養ケアする方法はこの近所アラマティアで相手の盤面にトークンを送りつけるぐらいです。はい、さあドロー、旅路来た、なるほど、旅路いいですね、旅路はいい。旅路発動で、これどっから行こうかな、旅路から行くか、あ、まあでもこっちか、近所アラマティアから行って勇者出して、これも勇者系しか出せなくなっちゃうんですけど、まあトークン出します。なんか知らないけど自分だけは特殊ができるんですよね。そう、自分だけは特殊召喚できるんですよ。これ意味わかんないでしょ。なかなかそんなモンスターなかなかいなくないですか、自分だけ特殊召喚できますみたいな。
まあ結界像は自分の属性あっての特徴ができますけど、もう単純にその相手の特殊力だけを封じるというのはもう本当にもうバニティスペースもびっくりの性能しますよね。まあ、イリガルナイトですかね、俺は。イリガルナイトから、ドラコバックで、ドラクバック装備、トークンに装備、あ、ちなみに、あれですか、グリフォンライダーも一応勇者特権があれば、あの効果有効ですから、はい、ファイトで縦にして攻撃力必要8500、あ、バウンスでもいいか、ドラッグバックでお戻りいただいて、はい、でバトルフェーズですね見てくださいよこのクソゲーこれが圧倒的クソゲーってやつですよ勇者トークンは決して悪用してはいけません。マニティールーラーを引きに行くしかないか、金剣波動、とりあえず除外しましょうカードを。ちなみにエクストラもほとんど使わないんで、まあ、クソ適当に除外しいですね。これはクソ適当に除外しいです。はい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 、うわ、魔人があまりにも、まあ、魔人使ってやるか、魔人があまりにもやる気出しすぎてるな魔人もね、結構強いんですけどね、こいつがいる限りモンスター効果は一切使えないっていう、なんかガチでゴミみたいな効果してるから、まあ、この効果を普通に使って、まあ使ってっていうか、まあ、適用させて相手の展開を、まあ、止めていくという話ですね。で、ですね、アラマティア出しますか。まあ、どうせ同時に使えないんでね、まあ、これ出してから装備回収してからいいか。で、こうして、はい、で特殊化しますと。で、旅路効果発動して装備持ってきますと。うららかなこれで、ドラコバッグ持ってきて、で、まあ、一応アラマティア貼ります。で、アラマティアも、これ勇者、これダブル勇者できるようになりましたからね。これちなみに激気もムーブしますね。これ、無限包容をケアします。相手のフィールド上に勇者を送りつけまして、これで無限包容と拮抗勝負をケア結構キモいでしょこの動き。で、ドラクマックを装備、はいこれキモい、これキモいよなこれ。で、ですね、ドラコバックで戻すことはしなくてもいいな。で、旅路発動して、持ってきて、で、捨てて、で、グリフォンライダー出して、守備でいっか。まあ、ちなみに、これから効果無効になるんで、あんまり、その、こいつの効果に期待はしてないんですけどね。で、マジェスティデビル君を召喚していく。このモンスターは、フィールド上に存在する限り、お互いにモンスター効果を一切発動することができなくなる激モンスターである。さあ、これでメイン、短縮量。これで無限包容、拮抗勝負打てない、モンスター効果発動できないという感じになっております。さあ、どうするんでしょうか。あ、ちなみに、トークンなんて一応一滴も打てないは打てないですけどね。この盤面では。はい、まあモンスター打者打てるけど、普通にモンスターとか魔法トラップ打者。さあ激キモ激キモ激キモモンスターが爆誕してしまい、相手困惑しておりますよこれ多分。さすがにこれは勇者トークンにしか装備できないんだったら、これ持ってきてマジェスティデビルにね、戦闘回耐性をね付与するっていうことも一応できるんでね、装備カードつければ。で、別に勇者系の装備カードっていうのは別に勇者に装備する必要はないので、別に他のモンスターに装備してもいいので、まあ、装備が余ってればマジェスティデビルに装備して戦闘化体制を付与するとかいう激キモムーブもできる。何何スプライトエルフやるじゃないか。スプライティングエルフでレッド、はい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 、でスターターでもめちゃ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 展開していくんじゃん。え、これもしかしてあれか、ランク2からのゼウスしようとしてる。まあ、でもゼウスは効果発動できないからあんま関係ないか。マスカレーナか、なるほど。マスカレーナ、はあ。でも効果発動できんくない？マスカレーナくん。マスカレーナくん効果発動できない説あるよ。大丈夫？
まあ、とりあえずドラゴバックで戻すか。伏せカード、まあ、マスカラでどうでもいいからとりあえず伏せカード戻しますね。それ何ですかね、これ。それは一体何ですか、ムーブ。あ、無限包容。あの伏せる場所間違ってない？じゃあ、まあでもこれ無限包容あったってことですよ、多分これ。相手は無限包容あったんですよ、つまり。ってことはさっきの勇者トーク聞いてるでしょ相手への送りつけ、めちゃくちゃ小尺な作戦が効いてるな、さっきの送りつけムーブで。マスカレーナはグリフォンライダーで、あ、それはいいです、はい、どうぞ。あ、ブルーもいいです、問題ありません。これちなみに無効にしてくれたからモンスター出せるね、こっちね。無効にしてくれたからマスカレーナはダメ、それはダメ。グリフォンライダー効果でブルー特殊召喚されるのは別にいいけど、無限保養はもうこのターンしか有効な、ターンがないので、でここから飛んできてブルーで、まあ、ブルーも効果発動されるの結構めんどくさいよ、めんどくさいよね。イリガルナイト持ってきますか、まあ、出せるからね、これ両方とも出しちゃ打点足りてる説ある。なんかスターター打ってるからワンチャン打点足りてる説あるじゃん。でパピオンと旅路効果発動しましょう。旅路効果で、パピオン効果で装備します。でこれで相手の打点が下がります。パピオンはちなみに勇者系のね、モンスターが仲間がいればいるだけ、ありったけ相手の打点を下げるという効果を持っていまして、でまあブルーはどうでもいいんですけど、ご自由にサーチしてどうぞ。で装備で旅路でダンネル持ってきて、はい、でアラマティア発動してダブル勇者、これでコンティニュー可能になりましたね。一気増えました一気増えました、ライフが。ありがとうございます。でトークンを出して、あ、これ無効になっちゃうか、場所がないか。で、グリフォンライダー爆弾、はい、打点下がった。で、イリガルナイト爆弾で、打点下がるありえんつえな、このデッキ盤面全部埋まったわ。はいはい、これマジでさ、近地アラマティアで無限包容ケアするの最強じゃね。やばい、最強デッキできたわ。対戦ありがとうございました。あ、ちなみに先行全振りしてるんで高校の勝率はカスです。いやー、これ先行だったらバカ強かったな、なんか雰囲気。先行だったらめちゃめちゃ強そうなハンドしてるけど、アクセスぎ、伏せすぎ。何これ、ラビリンス、オーロランギラスじゃん。出ました、オーロランギラス、やばい。お互いに特殊召喚できないとかいう激モモンスターじゃないですか。まあ、でもモンスター召喚したら死ぬんだよな、確か。まあ、とりあえず、メインフェーズ1開始時、強欲で、強欲な壺を発動して、カードを、10枚ドローして、カードを20枚ドロー。オーロランギラスめんどくさいな。遺跡の魔法戦士出してもダメなので、聖殿の水使い召喚ですね、これ聖殿の水使い召喚、はい。で、オーロラアンギラスが爆破される、このカードを召喚された場合にこのカードを破壊するという効果。あ、閃光を吸い込むマジックミラー、これもしかして破壊されない、やべえ、ガチ決め、このデッキガチ決め出た、オーロランギラスに、なんかエンペラーオーダーとオーロランギラスのムーブみたいな、なんかアンギラスオーダーみたいなことしてきてんだけど、やばい、これ俺今特殊召喚できないというね、非常に状況がね、まずい状況になっております。どないしましょう。パピオン装備して、まあ、でも普通自爆特攻でいいか、これ自爆特攻でいいわ、自爆特攻でいい。これでディメンションガーディアン、
この方が魔法トラップゾーンに存在する限り、そのモンスターは戦闘効果では破壊されない。いい。きっしょ。バカきしょいんだけど、このデッキ。俺が言えたことじゃないけど、このデッキバカきしょいんだけど。いや、きしょすぎるだろ。いや、特殊召喚封じる戦法使って、うおー遊戯王とか言ってるやつマジで死ねばいいと思うんだよね。特殊召喚縛りとかしてて面白いか遊戯王。おい、遊戯王ってのは特殊召喚いっぱいして展開するゲームなんだよ。キモいなーこいつマジで。本当に遊戯王舐めてるわ。